まあ、今回、まあ、1年以上ちょっと空いてしまったんですけども、当然その時っていうのはまあゼロじゃなくて、まあ、固定資産税とか、まあ、あといろんな経費にまあもろもろかかって、まあ、実質はまあマイナスなわけだったんですけども、まあ、今回そのやったことによってもう、まあ、少なくとも数年は確実な収入がもう、まあ ほぼ確定、まあ、した状態で、まあ、大幅なプラスですよね。まあ、まあ、早期のうちに回収できるんじゃないかなと思いますし、まあ、その後は当然、まあ、収入はプラスになってくるんで、まあ、今回は事務所から のリノベーションなんで、まあ、住居のリノベーションなんで、まあ、当然ちょっと電気工事とかたくさんかかってますけど、でもそれでも、まあ、私のイメージでは、まあ、3年4年くらいでの回収はもう十分できるのかなと見てます。やっぱり、まあ、空室対策いろいろあると思うんですけど、まあ、そのいろいろ広告費を上げるとか家賃を下げるとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、とにかく、まあ、今入居希望者が当然、まあ、減ってる状態なわけで、もうとにかく気に入ってもらわなくちゃいけない。そのためにはやっぱりいいものにしていかなきゃいけない。で、まあ、そんなといってもやっぱり当然、まあ、予算の中でやらなくちゃいけないんで、まあ、その中で、まあ、このやり方はまあすごくマッチしてるんじゃないかなと思います。いや、もうこれは来たーってそうですね、本当に特に、まあ、直接自分で案内した方もいらっしゃるんですけど、まあそのまあ、女性だったんですけど、もう入って最初来た時はまあ工事段階で、まあ、イメージも湧きにくかったと思うんですけど、まあ、クロスとかいろいろ、まあ、あとはいろんな設備が徐々についてきて、もうすごいね、まあ、こんな賃貸物件は他になもうなかったよっておっしゃってたんで、まあ、実際まあ自分の目で見てもやっぱ周辺になかなかないんで、まあ、単純に他の物件とこう比較されて、あでもこっちの方が安いねっていう選ばれ方じゃなくて、あここいいね、もうだからもう決めるっていう、そういうもうね、そういうお部屋を探してる人にもうストレートにもう決めてもらえるようなそんな物件になったと思います。もちろん数字とかはいろいろ詰めてはいたんですけど、そうですね、なんかまあ熱意ですよね、熱意の部分と、あとはなんか多分自分、まあ、私のイメージしているものをこう叶えてくれるだろう、そしてその入居、まあ、お部屋探している方にも支持されるだろう、あこれはいけるっていう、なんかそういう、まあ、なかなか言葉で言い表せないんですけど、あこれはいいっていうのは思って、まあ、これはお願いしますって感じで決めました。まあ、今実際空室はどの地域でも結構増えてるとは思うんですけど、まあ正直他の業界からしたら甘いと思うんで、やっぱオーナーの方が本当に熱意を持って一緒こういうふうにやるんだっていう気持ちを持ってやれば絶対に。まあ、お部屋埋まると思いますし、実際そういうサポートをしてくれる方がいらっしゃるんで、やっぱりそれはもう自信を持って進めれば満室経営はできると思います。きっかけはやはり父親から受け継いだその古い RC のこのマンションをやはりここ数年空室が少し目立ってきて、すごく悩んでいました。いろんなオーナーさんと同じようにして悩んでいる時に、賃貸住宅フェアでそのひときわ目立った風船のブースを見つけまして、そこでその空室に対してすごく熱意を語っておられた社長にお会いして、ぜひというふうにして、それは東京のビッグサイトだったんですけども、わざわざ京都のフランチャイズの方を紹介していただいて決めさせていただきました。印象はですね、はい、自分がオーナーとして、はい、そのお客様に入ってもらうというよりも、はい、自分が入りたいなって、
自分が住みたいなって思いましたね。かなりプラスでしたね。やはり今までにないそのリフォームとは違うなんていうんですか、ノウハウみたいなものを、はい、見せていただいて、はい、こういう部屋作りがあるんだなっていうのを、はい、見せていただきましたね。ありがとうございます、はい、リノリースさんの、受け売りじゃないんですけど、やはりその人気がある、はい、部屋作り、賃貸マンション作りっていうのはその時代時代でやはりあると思うんですね。ですからその時代時代に沿った人気のある部屋を作っていくということが賃貸経営では非常に必要なんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、入居者もそうなんですが、その時代のニーズっていうんですかね、はい、入居者だけを見ると千差万別なんですけど、時代が求める色とか素材とかいうのは必ずあると思うので、そういったものをちゃんとオーナーが勉強していないと提案されたものが本当にいいかどうかもわからないですし、自分もその納得いかないと思うので、そういった時代をちゃんと見れるようにしたいなと思いますね。管理会社は、はい、必要だと私は思ってます、はいはい、オーナーがいて、はい、管理会社がいて、お客様がいらっしゃって、そのお客様の満足度はオーナーだけではなかなか満足感を達成できないところがあります。そう感じてます。ですからそれはやはりオーナーとして煩わしい業務であったりするものは管理会社に委託するのは間違いじゃないと思うんですけど、全部管理会社に任せてしまうということが今後は非常に経営としては危険なんじゃないかなというふうに思います。気に入られてる。いや本当はね、はい、こちらの真っ白のが、はい、もう一部屋の、はい、茶と、白の基調のところは、はい、ファミリーの方に本当に喜んでいただける提案をしていただいて、もう私にはもう想像のできないようなダウンライトですとかクロスの色にしていただいたんですけど、はい、やはりファミリーの方に対する優しい感じがしまして、はい、私的にはその真っ白のこちらの方が気に入ってはいますね。はい、現在このマンションが15部屋で、そのうちの2部屋ですので、当初から住んでいただいている方は 2,3 人いらっしゃるんですけど、やはり開くこともございますので、退去されたと同時にまたお話に持って寄せていただいて、いろんなパターンのね部屋を作っていけたらと思ってますね。自分の住んでるところの立地はやっぱりもう本当に競争がすごい激しくなってきちゃってる地域なので、やっぱりこの辺でやっぱり先ほど言いましたけど駅からも遠いですし、少し競争力的なあれでは、あとはもう本当に価格を安くしていくしか方法がないような感じになってきてしまったので、そこで今回こういう話をいただいて、まあこういう方向性もいいんじゃないかなと思って、やはり何もしないで待ってても結局空室がずっと続いているような状態になってしまったので、ここで一回本当にもう多分普通の賃貸を昔からやってた人から考えれば全然逆な方向な考え的なものになると思うんですけど、まあ一度こういうのをもう本当にやってみて、それでどういうこれからの、まあだんだん入居している方も若い人がもう本当に多いと思うんで、今までにある賃貸ではなくて本当にオンリーワン的な、自分はこの部屋がいいっていうのを求めてきている人も多いと思うんで、そういうので今回こういうので少しまあやってみてっていうので踏み切ってみました。リノベーションしたのとしないのでいくとやっぱり大体 10% ぐらいの最初の、もししないでそのまあ、本当に値段を下げて貸していく感じで考えた時には、やっぱりリノベーションをした方がやっぱり 10% ぐらいの家賃的なアップができるっていうのがあると思います。もともとは8万9千円から9万円ぐらいのところですよね。9万円ぐらいのところからやっぱり10万円ぐらいで値段が上げられるっていう感じですかね。一応おかげさまで一応満室でやらさせていただいてます。しないでそのまま置いとくとは何も本当になってないので、
節税とかそういうのも考えて、あとやっぱり気に入っていただければ長く住んでいただけるっていうので、やっぱりそういう面も考えてとても良かったと思ってます。相続税を考えるとやっぱり今の現行の制度で、まあ、これからもっと厳しくするとは言ってるところですけど、本当に同じ親から相続しても全然それも関係なしにやっぱり持っていかれちゃうっていうのが現行の制度で、本当に昔の人じゃないですけど言うと3代で亡くなるっていうのは現実的に本当に自分になってみて、あ、本当に亡くなってしまうんだなっていうのが本当に思うところです。今まであったものが残って、本当にその辺は良かったと、相続税対策には、まあ、自分の家のものとして残るので良かったというふうに思っています。実際できた現場に行くと、あ、やっぱり違うなと、やってよかったなって思いがすっごい強かったですね。あ、リノリースを通して、はい、いろんな方と出会えたのが、うん、本当に安い買い物だったなと。あ、なるほどですね。思いました。もう美化に尽きると思います。なるほどね。やっぱモットーのところには、はい、綺麗だったらやっぱり入居者の方も快適に生活できるし、また言葉が語弊あるかもしれないですけど、入居者の質がそんなにむちゃくちゃになら悪くならないというのが絶対にありますので、綺麗に綺麗に保つっていうのがもう絶対の課題ですね。まあ、あの高松っていうのはあまり競合他社っていうのがいないのかもしれないから言えるのかもしれないですけど、はい、もっと強気の値段設定でいいのかなと、うんうん、と言いますのはやっぱり決まって入られた入居者の方からは、はい、安い、賃料が安いっていうのはもうみんな言われることなんですよね、うんうん、ただやっぱ不動産業者としてはつけにくいから安くしましょうっていうのがまあ絶対なんですけども、まあ、保証される会社の方はほら高く設定したらきついのは分かりますけど、はい、実際入られた方っていうのはみんなこの値段でいいんですかっていうぐらい安かったので、もっと強気の設定でもいいのかなと思います、うん、一度リフォームしたけどもですね、まあ、中途半端なリフォームだったのでですね、1年以上空いてましたかね、まあ、どうせ空いてるならね、あの家賃保証も2年間してくれるっていうから、じゃあやってみようかということになりましたよね。普通に入居しててですね、あのアパート経営として利益が出てる人だったらば、空いた時にあのこれやるっていうのは節税になるんじゃないでしょうかね。古くなって入んないものをね、そのままにしておくんではなくてね、やっぱり積極的にその今の人が受けるような入りやすいようなリフォームが必要ですよね、じゃないといつまでたってもずっと空き家ですよね、家賃下げても入らないようなね、空いた時にまたしばらく空くような時にはですね、同じようなことを考えていかないと、ずっと空けててももったいないですよね。